リアルタルコフシーズン2の撮影行ってきました俺さ、3月11日がないんだよな。3月10日、リアルタルコフ撮影撮って、3月12日だよな。今だから2日前の朝4時40分、家から出ました。夜中3時に起きたんだよな。<laughs> 1時間40分ぐらい準備して <laughs>、4時40分に出たんだよ、家から。からなぜかさ、くっそ寒くて、マジで。 到着してみたら、みんなあの寒そうな顔で集合場所になんか集まっていたんだよね。確か俺がなんか中間よりちょっと、ちょっと遅かったかな俺の次が、ニアさんが来たけど、確かニアさんが来る姿を見ながら、あの、いろんなマイジャさんたちがなんか急になんかテンションが上がって、奇跡が起きた。おお、奇跡が起きた。ニアさんがちゃんと約束時間を守ってくれた。奇跡だ、これは。 俺はなんか、なぜか、まあ間に合って到着したけど、ミラクル啓一にならなかったけど、鬼屋さんはお俺の次に来たのになんミラクル鬼屋に,になったんだよな。んか、口では言えない敗北感があって、次のなんか集合時間にはね、ちょっと遅れてみようかなって、ちょっと思いましたそれでみんなで <laughs> ミニマスに乗ったら、朝だからなんかみんな疲れてるから、あーにやってるけど、なぜか関さんは元,元気元気そうな顔だったんだよな。だ普段運動やってる人は違うよね。 え、乗るとき、お茶の缶をもらったけどさ、あれがむっちゃくちゃ熱くて、何も考えなくなんか、こう捕まったら、うわーってなったんだよね。ははは。熱いって。そこで俺は目覚めました。一回。確か、熱いから気をつけてくださいって言われてたはずなのに、朝早すぎでちょっと、ぼーっとして握った、あの、それをなんか捕まったら、ぐわーってなったんだよな。そうだ、ミニバスに座って、みんなと中行ったら、 途中でね、目覚めた時に、車両の外の風景をなんか、その窓でちょっと見たら、建物がどんどん消えていって、山しか見えないところになって、撮影場所到着しました。今回の戦場ってあの、どこだの話は聞いたことあります他の人に。あ、PV で出たことを思います。あ、そうなんだ。あ、じゃあ PV でまあ参考にしてもらえばいいかな、まず。一応、3月末にあれが出るからさ、それ楽しみにしてください。あと、2週間後かな <laughs> ゲロさんのあの、ゲロさん狂気の KH 見てましたよ。あ、じゃあ今回ゲロさんとは一緒になんかコラボできないな。終わってる。人間関係終わったから、じゃあ他の方と仲良くなりますか諦めるわ見ちゃったのか。消しとこうかな、ゲロさん。あ、言っちゃった。<laughs> 知りすぎだね。そうだね。まるでみんなみたいにね。ひなちゃんいつか消さなきゃいけないものだとは俺は思ってるよ。狂気の KH? あ。 うわ、ちっちゃいあれが敵かかわいそうねやばい <laughs> <laughs> 死んでくださいよ <laughs> ねえねえこの人大丈夫やばいやばいやばい大丈夫って言われてるこれさリスナーが今、ゲロさんにおすすめしたのそれで今 URL クリックしちゃった感じじゃないこれ動画貼ってるやつ、死んでくださいよやばいなね,えねえこの人大丈夫 <laughs> 同じチームで大丈夫かなあはは <laughs> ゲロさん死んじゃったねーとかって言ってこない俺に怖いんだけど大丈夫かなこの人キャラでやってんのやろキャラでおいこれ全部見ちゃうのかよ終わったまじこの方とのケミはもう <laughs> 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 やばい日本語上手やな <laughs> やばいなやばいなガチで PUBG も練習せなな うわー、これフルコースあれ <laughs> いやマジで暗いな <laughs> 今もっとうまいニホコがプロのコーチへえプロチームのコーチへえ<ー><ー>ちゃんとそこを気にしてくれるんだよね今度パブジーの配信しようか弘樹がもうほぼ。 もう初心者もうパブ G がさ始まってすぐぐらいの時にちょっとだけ触ったことあるからもうほぼ初心者です私パブ G 初心者のヒロキのあのねゲロさんと今そのディスコの DM できるようになったからパブ G 刺そうこれ敵これ一緒に走ってんの <laughs> もう無理だな。この方との人間関係を回復させる自信がないです。昨日やったことみたいに、記憶が綺麗に残ってる。これ、簡易瓶だろ<ら>焼肉えー、うますごえ、だから地味に狂気感じるんじゃないのこの方に。逆に。俺もちょっとなんか言いたいけど、こんなこと見て、もうね、あんまりびっくりしないんだよな。純粋にプレイに集中してるね。 いやでも、それとも、もう俺に対する人間性っていうやつのなんか期待値がもう、地面を突破してもう地下まで、地下まで落ちたってことだから、もともとこういう人ってことはもう分かったから、人を普通に会員便てなんか燃やしたりするのは、なんとも思わないですと。えー、大丈夫かなこの、ちょっと、狂気的やな。関さんの配信で日本、あ、そうなんや。関さんのところで覚えたんだ。<laughs> えー。<laughs> ごめん、関言ったまじで。はは。 <laughs> ごめんで <laughs>、こうやって <laughs>、こうなるんだ。ごめんね <laughs>。悪い方がね、なんか来てるんだよな。昔の俺が求めてるその栄養っていうか、悪い方が美味しいね。いい味する。だぞ <laughs> <laughs> さんのおちんちんを描いてください <laughs>。それ誰<ダ>が <laughs> <え>。えペイントデい,いの声ううのお絵かきってさ。書くの <laughs> 俺が、 初めて打速さんのそういうのを見たのは、そういうのだからな、別に何がとか言ってないからね、俺はな。初めて、まあ、ダゲロっていうなんかユニットみたいなのをやってた、一番最初に会った時に、ええー、見たことあるの 2>, ?2 人でワッカサギ釣りを長野かなんかに行ったの。で、すごいこう、ちょっと地方の方だったから、誰も泊まってないなんか民宿みたいなとこ泊まって、お風呂に一緒に入ったの。あー、見たことあるんだ。すごサササーってか頭とか殻とかか殻 <で>俺もちょっと見たい湯船使ってたっ俺はこうお風呂に入ってこうダスクさんを後ろ背中をこうガシャシャってやってるのを見たら今の残像だよはおぼろげだけどあれこれどうやって描くの鉛筆これどうやって描くんだああこれ伸ばさないといけないのかああいけるいける <laughs> もうもう上がったんですけどこれツイッチ大丈夫なのなんか上がりましたけど一回これ大丈夫 まあこれ椅子があ,あるわけよ、こんな。ね、こんな感じで椅子があったら、ね。じゃあ人が座るでしょ椅子に。で、スクさんのこう、お尻があるじゃないあっ。で、こう足があってさ。あ、でもうまくね <laughs> なんかこうなんか。<laughs> <laughs> <laughs> あれはははでかくないの <laughs> こ,こうなんかついてたんじゃないかな地面。<laughs> やばすぎだろう そうなのかよ、そうだろなんかね、なんか確かだけど、こう、こうなってた気がするんだよなんか。やばいな。<laughs> やばいな。やばすぎだろ。<laughs> だって、でかくならなくてもあんなにできるのやばくない足じゃねえかよ、もう。打クさんが会うって言った話。 俺したことないっけああ<ー>。<laughs> 会合うね。2>, もう2億回ぐらいしてる気がするけど。知ってるみんな。うったことあるな。打足さんが、エ p ペックスっていうゲームしたときに、会う、会うったっていう事件があるんだけど。どうもうこのミサコさんっていう女の人とユリースっていう人と3人でエ p ペックスっていうゲームやったときに、大会中だから、大会の練習中シアルカスね。大会中だから、 ダスクさんがね、ユリースがない、あの、海外の人なんですよ。カナダかなんかの。で、英語で喋る。で、ミサコさんは、あの、若い女の子。で、ダスクさんは、ユリースに英語で喋らなあかんし、<laughs> ミサコさんにはカッコつけたい。若い女の子。あの、あわよくば、あの、ちょっと、あの、チークがしたいから多分な。ダソク知らんで、それ本人から聞いたら、俺の臆測な。ユリースには英語でカッコつけたい、ミサコさんにはモテたい、みたいな。感じで、でも大会も頑張るから。<laughs> エーペックスカッコつけなあかんっていう、すごくこう、狭間にね、揺れてた。 ええ時にですね、ええー、すごいこう、天気がバーってきて、おう、ダスクウルトプリーズみたいな。うう、う,う、う,う,う、ってなって、おう、おう、おう、ってなって、お <laughs> 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 うとこないで、おう、おう <laughs> <laughs>、おう、おう、おう、ね、おう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 、う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 、 それががハブに上ほんとらしいよ。<laughs> って、純ちゃんが言った。<laughs> 純ちゃん、嘘つかないからな、まあ。純ちゃんもその誰かから聞いたって言ったけど。大樹だだから、ほんと正直にも言うけど、もう裁判されたら負けるからね、俺ら。お前らも笑ってるから、お前らを道連れするからだリスナーにこれーこれ、これを話せって言われましたってって。<laughs> お前らと一緒に俺ら死ぬ。 でも俺マジで、死のうとお金かけて戦うわ、打足とは。<laughs> なんだよ。最高裁まで行くわ。言ってない、そんなこと超。超、長期戦になる。そんなこと言ってないです。弁護士しか幸せにならない世界戦俺だったらうざくてぶん殴ったわ、一回。ああ、うざいな、これ。<laughs> <laughs> <laughs> ああややばばい <laughs> あ<ー>あいいだろう38歳ってマジえ、本当にめちゃめちゃ若く見えますね。今、加藤さんたちの38じゃないのあ、だから、んちゃんとかって言ってるんだ。めちゃめちゃベ、ベーテランの方ですよね。でもまあ、遠く見ればわかるんだもん。あの、余裕が感じれる。ワンスプーンの狂気と、配信しないともったいない DNA? 体内に流れてる